こんにちは,にちは上竹です,だけです今回は動画機としてのルミックスの魅力をご紹介していきたいと思います、はい、上だけはもうルミックスのカメラを使っていろんな動画をね撮影していますで以前ね How to make a YouTube video っていうのをアップしましたがその時は GH5S っていうのでどういう風に動画を撮るかっていうのをやったんですが今回はルミックス実は全部の機種で動画が撮れるのでどういう風に使い分けたらいいかとかね ちょっといろいろご紹介していこうかなと思います。はい。で今目の前にこんなうにカメラが並んでいるんですけれども、何のカメラかというと、うん、こちらが GH5S、GH5、G9 Pro ですね。あとは GH9 と GX7 Mark III、あとは GF10 です。はい。で今撮影しているカメラが GH5 になります。 なので GH5 だけで上だけは3台、ね、あるので本当にもう仕事からね全て撮影してる感じですね、うん。なんか2カメで撮影する時とかも、うん、やっぱり同じカメラで2台持っとくとすごい便利なんですよね、うん。そうなんですよね。ではここからまず僕がねルミックスで撮ってきた動画のショートクリップをね見ていただこうかなと思います。ではどうぞ。 今見ていただいた映像は gh5s で撮ったキューバのね。映像と g99 で撮ったパリのね。映像になります。やっぱり動画っていいですね。すごい臨場感がある。<う>街並みの音楽と合わせるとね。よりその臨場感がね。盛り上がりますし。し、うん、まあ、今回はね。入れてないですけど、街の音もね。一緒に撮っておけばよりね。その時の雰囲気っていうのがね。伝わるんじゃないかなと思います。そしてやっぱりクオリティが高いなって、うん、思いますね。で、まあ、ルミックスは？ ここにすべて今ありますけど、うん、どのカメラでも 4K 動画が撮れるわけですね。で、今回撮ったのは 4K 動画で撮ってるんですが、最終的にフル HD に戻落としてるんですけど、それでもねクオリティが高いのはやっぱりねルミックスなんですよね。うん、今ねどのメーカーも 4K で撮影できると思うんですけど、うん、ルミックスって実は一番最初に 4K 動画の機能を入れたんですね。そ<う>なので、やっぱ動画のクオリティってあるんですよ。やっぱね老舗ですからそこら辺は。そうですね なので今、ね、Vlog を撮ったりとか旅ムービー撮ったりとかいろんな、ね、形で皆さん動画撮られているじゃないですか、うん、そういった方には、ね、ぜひルミックスを、ね、使っってていいいたただきたいなと思ってるんですね今からこのずらっと並んでいるカメラの個性だったりとか機能をご紹介していきたいんですけど、はい、本当にいろいろと魅力があって全部ご紹介したいところなんですが長くなっちゃうなって思ったので,で、ねはい、まずは結果から簡潔にご紹介していきます。はい で、まずはね。じゃあ、本格的に動画を撮影したい方におすすめなカメラをご紹介します。はい、それがね、<う>この3機種,3機種動画メインでやりたいっていう方はこの3機種が僕らのおすすめです。僕らはこの6種機種全部使ってるんですけど、うん、やっぱり動画となるとこの3機種を持っていくんですね。じゃちょっと個性を簡単にご紹介しましょうか。はい、まず手ブレ補正はないんですけど、高感度性能だったり。 あとは 4K のクオリティがめちゃくちゃ高いのがこの GH5S ですね。うん、そして手ブレ補正を積んでるのがこちらの GH5 これはデュアル IS っていう、ね、手ブレ補正を積んでるのであの歩きながらというよりはこう手持ちで持ってもブレがほとんどないっていうねすごく優秀なカメラですね。うん、なので、はい、GH5S を使う時は手持ちで撮るときはやっぱりジンバルっていうのが必要になってきます。ジン,はい、ジンバルまたはははあとは三脚でですねこっちち手持ちでも全然 こなせます。うん、はい。で次におすすめなのがこの G99 っていうカメラです。はい、でこのカメラはえっと GH5s とか GH5 に比べてかなり軽いです。そしてお値段も安いんです。すでも上位機種さながらの機能が搭載されているのがこの G99 なんです。うん、手ブレ補正もしっかりと搭載されてますし、なので気軽に旅先に身軽に行きたいなという方はこの G99 がおすすめです。はい 今ご紹介したこの3機種はすべて防塵防滴って言ってですね、まあ、雨風に強いわけですね、うん、なのでアウトドアとかね山行かれる方とかにもそうだ、ね、ぜひね使ってもらいたいなこの3機種になります、うん、はいじゃあ次に静止画はメインで動画もちょっと撮ってみたいなっていう方におすすめの3機種がこちらです、はい、こちらの Pro っていうものですねあと g x 7 m III と GF10 です。はい この3機種はもちろん 4K 動画も撮れますし、うん、非常に動画のクオリティも高いんですが時間制限っていうのがあったりします。要はこちらは無制限に動画を撮れる機種なんですがこっちは、えー、例えば、H、フル HD だと30分未満、うん、29分59秒で撮るっていうような、ね、ものになります。はいでこの 次に、えー、とおすすめなのが GX7M3 なんですけどもこれはね手ブレ補正もしっかりと搭載されていてこっちはね搭載されていないんですね、はい、なので手持ちで動画を撮りたいっていう方はこちらがおすすめであと上位機種ですねこっちの4機種とこの2機種の大きな違いっていうのが動画の絵作りが、はい、ちょっとね搭載されてないものがあるんですそれがシネライク D とシネライク V っていう。 機能があるんですけど、その2つがね搭載されてないです。ただねあの撮れないっていうわけではないので、この2機種もねおすすめです、はい。とにかく気軽にマチスナップとかしながら、うん、でも動画撮りたいって方はこの2機種。でこの G9 Pro だけ時間制限がないっていうところを除いては、実はほぼ GH5 と一緒なんですね。なのでデュアル IS も積んでますし、絵作りもほぼ一緒なので、うん、そういった面では。 ここの Pro は、ね、かなり本格的に撮ることができます、うん、あとはファームウェアのアップデートって皆さんされてますか、うん、で G9 でにお持ちの方でファームウェアアップデートまだしてないっていう方はぜひしてください、はい、あのファームアップするとこの GH5 とほぼ同等の機能が使えるようになるんですね、うん、なので、えー、ファームアップはね必ずねこれでもちょっと太っ腹だなぁと思ったそう。 あれもう変わりないじゃんと思ったぐらいですねほぼ同じになったんです、うん、ただやっぱりその長く取るっていうのだけはできないのでそれを除いては全てが叶う感じですね次にご紹介したいのが今ね結果からねお話ししたんですけれども何が搭載されててどれには搭載されてないっていうのを簡単にご紹介していきたいと思います、はい、では手ブレ補正についてね見ていきたいと思いますで手ブレ補正は この真ん中の四機種だけ搭載されています。はい、なので、G H 5、G 9 Pro、そして G 九九、G X 7マーク三ですね。はいはい、この四機種は手ブレ補正ありです。まあ歩くっていうのは全然こう補正するの難しいと思うんですけど、手持ちで撮影している時の微妙な揺れってあると思うんですよね。うん、そういったものを防ぎたいっていう方はこの四機種がおすすめです。おすすめです。この二機種は手ブレ補正がね、うん、ないんですが。 なんでないかっていうとまずこちらは意図的に外してあります。なぜか意図的かっていうと同じボディで手ぶれ補正を積んでいるものってあるじゃないですかこちら GH5 ですねこっちにはあるのにこっちはき、まあ、ないわけですねこの理由はやっぱりジンバル撮影っていってですね要は手ぶれを補正するジンバルっていう機器をね使う方が多いのでオフにすることが多いんですね。ななのでで最初から積んでない あとは例えば重低音とかねライブ会場とかだと手ブレ補正がね揺れちゃって誤作動を起こしちゃうことだってありえるのでそういったものを極力減らすために、まあ、この手ブレ補正っていうのを積んでないんですね。 高めてるっていうのがこちらのモデルになりますはい。であとはこの GF10 っていうこのカメラにも手ブレ補正は搭載されてないんですけど、はい、手ブレ補正を搭載するとカメラって大きくなっちゃうんですねでこのカメラは小型軽量っていうのに注視しているので 搭載されてないです、まあ、身軽に、ね、撮影したいっていう方はこの GF10 がおすすめですし、うん、あとはカメラが小さい分あの小さなジンバルで済むんですねなので気軽に旅に行ってちょっと動画を撮ってみたいなっていう方にはおすすめです。そうですね、さんも、ね、実際につけて撮っっ、うん、めちちちちゃっちゃゃくいでなのでやっぱり手ぶれ補正がないっていうのには理由が、ねうん、あるわけなのででもどうしても必要って方はこちらの4機種がね積んでますので。うん 安心していただきたいと思います、はい。で、次に絵作りについてご紹介していきたいと思います。はい、先ほどね。簡単にちょっとご紹介したんですけれども、シネライク v シネライク d っていうのがえっ、ー、と搭載されているのがこっちのね。4機種なんですけれども、はい、動画に関する絵作りですね。そうですねフォトスタイルっていうところからね。選んでいただけるんですけれども、そこで選択が可能なのがこちらの4機種になります。 あのやっぱり動画だとやっぱりカラースペースっていうのは微妙に静止画と異なるのでそれにより寄せてきているのがシシネライク D シネラライイクク D V っていうものなんですね僕らも基本的にはこの今撮ってる映像も「シネライク D」っていうので撮ってますがダイナミックレンジを優先したまあフォトスタイルなんですけどすごくやっぱクオリティがね高いよね。うん で V っていうのが D に比べて、えー、とビビコントラストが上がってき、うん、くれます。そうですね。鮮やかさも上がってくるので、うん、海とかを撮ってそのまま見たいって方にすごく向いてるものですね。で、あとは Vlog L っていうのを搭載しているのがこちらのニキシーです。GH5S と G99 です,です、はい。これはもう購入時からもう搭載されてます。うん、これでこのカメラって本当すごいよね。ね、G99 はねお得なんですよね。そうなんですよ。はい でこの VlogL っていうのが Vlog っていうとビデオログっぽいですけど、うん、全然違ってログっていう、ね、収録方法が、ね、あるんですね。これはもう他社さんも含めログ撮影って最近流行ってるんですけどそれを搭載してます。うん、でログで撮ると何がいいかっていうとすごく浅い絵が撮れる浅いっていうともう今見ていただいてるような、ね、浅い絵が、ね、撮れるんですけどそこを。 そういうい浅い絵を撮るとダイナミックレンジをものすごく拡張して撮影ができるので最終的にグレーディングっていう編集をした時にいろんな編集なんですけどそういった時に着色をねしやすいというか調整をしやすいっていうのがうんですやっぱりいろんな情報をたくさん持っているので、はい、なのでこのグレーディングも面白くっていくんですよねなのでダイナミックレンジ優先してグレーディングをしたいって方にはすごく向いているプロファイルが、えー Vlog L っていうやつですね、はい、でこちらの2機種は、はい、あの最初から搭載はされていないんですけれども有勝でで入れることはできますそうですね。なので、えー、とこちらの G9Pro とこちらの GH5 に関しては優勝で、うん、必要な方だけがね入れていただければいいのであのデフォルトで搭載はしてないんですが使うことはできます。はい、はい、といったように、うん、まず色に関してはそういったところですかね。 はいじゃあ次はマイクについてご紹介します、はい、マイク端子って結構重要なんですよね動画ってやっぱ音大事じゃないですか、はい、僕らがね以前作ったハウトゥーメイカー YouTube ビデオでも、うん、音に関してはちょっと言ってるんですが、ね、カバンを開ける音だった、はい、とかえあの音は全部取れますはいマイクは内蔵されてるんですがやっぱり内蔵マイクっていうのは限界があるんです,です、ね、なのでこういった MS2 とかねこういった あのガンマイクって呼ばれるものをつけたいとかあとは僕ら今ここにつけているピンマイクをつけたいとかっていうのはまあ皆さんあると思うんですが、うん、どの機種についてつかないかっていうのをご紹介したいと思います、はい、この端子をねつけないと、はい、カメラの中に記録することができないわけですよね,ですね、はい、で搭載されているのはズバリここまでですね、はい、G99 までがマイク端子を持っているもので。うん GF x III と G F は搭載されてないですねついてな,いですなのでやっぱり外部入力しないと嫌だなとかっていう方はこちらのカメラを選ばれることをおすすめしますなのでやっぱ動画を撮影するっていったらこちら側がおすすめですよね,、うんすねはい、逆に風景だけしか撮らないとか音は基本使わないっていう方はちっちゃくても構わないわけですねなので皆さんのやっぱり使い方次第でそこら辺は使い分けて頂ければいいかと思います、うん はいということで、はい、まあ今ちょっと簡単にスペックの比較ご紹介させていただいたんですけれども、はい、小社さんだったらどのカメラが一番好き動画を撮影するって考えた時に、うん、結構ねやっ,やっぱり個性が違いますもんね動画は正直ね、うん、一番使っているのはこちらのが圧倒的に多いですねなぜかっていうと手ぶれ補正はないんですけどやっぱり好感度域で撮ることってすごく多いですし。うんあの あと、ね、細かな話になっちゃうんですが、えー、どれも 4K は撮れるって言ったんですけどフルセンサー全てを使って撮れる機種って GH5S だけなんですね、うん、なのでこの今ついてるレンズの画角フルに使えるのは GH5S です GH5 になっちゃうと1.1倍に 4K の場合になってしまいますし こちらも一緒ですね、1. 1倍、うんで。こちらだと1.3倍になったりとか要は、ね、若干クロップされてくるのがのの撮影の時なんですね、まあ。広角レンズとか使った時に、うん、一番違いが出ますよね、はい。といったことも考えるとやっぱり好感度にめちゃくちゃ強くて、うんえー、ワイドレンズ例えばこの1025っていうのを僕大好きで使ってるんですけどこの 10mm が生きるレンズってこのそうだね,ね カメラなんですね、うん、すごく重要視してますねで、このカメラはま他のカメラと比べて画素数が圧倒的に少ないんですよ千二十万画素しかないんですねで、なんで少ないかというと画素数を少なくすることによって一画素あたりの画素ピッチを広げることができるんです,そう,んですそうすると光をセンサーにたくさん取り込むことができるんですねそうなんですよなので GH5 と GH5S の画素ピッチの広さって、うん GH5S が1.96倍も広いんですね結構違うよねそ4倍ですよね、うん、それだけたくさんの光を得られますしあとデュアルネイティブ ISO っていうのを GH5S の方はね搭載してます、うん、低感度の回路とあと高感度の回路を分けることによってそれぞれのね処理の仕方ができるわけなんですねなのでどの ISO 感度で撮影しても綺麗に表現できるのがこのカメラなんです僕が撮ってきたキューバの映像も あれ一万二千八百とか、六千四百取ってるんですよ。で、でも綺麗。そう。正直なことを言うと、マイクロフォーサーズってどうしても高感度域って辛くなってくるんですね。で、まあその分静止画においては手ブレ補正とかでカバーしてたんですが、動画になってくるとどうしてもノイズっていうのは乗ってきます。うん、でやっぱりできあがり綺麗な世界を表現したいと思った時に高感度域で差がつくのはやっぱりこの GH ファイブ S なんですね。 イメージで言うと GH5 の ISO800 の時と6400が結構似てるぐらいの設定す,、ね、すごいですよなので好感度すごく重要視する方は絶対 GH5S をねおすすめします、うん、はい、はい、で私がもし選ぶならばこれかな G99 だね、うん 軽いんですよねで動画って撮影されてる方はご存知かもしれないんですけど特に旅先とかで撮りたいなと思った時にずっとカメラこうやって持ちっぱなしなんですよね、うん、なので小型軽量っていうのしかもグリップがしっかりしてますしね、うん、でも液晶モニター持ちねバリアフリアングル式になってるので。 まあこうややって動画、ね、<れ>撮影しすすいですよね、うん、でマイク端子もついてますし VlogL も入ってますよ,んですよこれ本当お買い得感が半端ないです,ううです手ぶれもう必要なものを全部突っ込んだらこのカメラになるっていうぐらいですねでも軽いっていう,うなので僕らも結構遠出する時とかです、うん、旅先では GH5S だとちょっとぎょぎょしいなとかっていう時はこちらのカメラをにしてで今ついてるレンズが8すねこれがねベストマッチするんですねさっき 4K の場合1.3倍になっちゃうって言いましたけど。 でもこのレンズだと広角で撮れるので2人を撮る時もいいですしこのレンズはしかも ND フィルターがついたりと、ねうん、この組み合わせ僕はねこれ結構軽いので、うん、いろんなところにカメラ設置しやすいんですよね。例えば上だけの動画で上からねこうやって機材を撮影しているようなシーンってあると思うんですけど、はい、いつもねこの状態にして撮影してるんです,そうんですまあ見えないようにこの辺にね,ねあの配置してるんですけれどもそういうふうにちょっといつもと違った目線で撮影したいっていった時も 便利なんですよねなので、まあ、これだけあるカメラの中で最も、うん、まあ動画を撮るってことに焦点を置くと、まあ、この2機種はかなりおす,すめそうですね同じ予算で例えば2カメで撮りたいなって思った時にはやっぱりこれ G99 を2台買うっていう使い方もありかなと思いますね、うん、また今度ですね。 マルチカムでライブ配信をするとかっていうのを作ろうかなと思ってるんですけど、うん、そういった時にもやっぱ G992 台の方がまあコスト的には落とせますからね、うん、そういった面でもやっぱこの G99 はコスパ性能結構全てにおいてあの僕らは満足してますね。でも上を見るとややっっっぱぱり GH5S て、ね、ていうののが存在してやっぱこの カメラで撮った映像を見るとため息が出るほど美しいしい、うん、ノイズレスですねなので上だけの動画はいつもこの3機種を対応していて、はい、なので明るいシーンで例えば手持ちでちょっと動画を撮りたいなと思った時は GH5 を使ってますし、はい、あとは好感度だったりとか暗いところで撮影する時はこの、はい、でいつもオープニングとか撮ってるのとかライブ配信は GH5S でね、うん、やってます。 で特にまあこの細かなことになるんですけど GH シリーズは、ねそうだね、ここのフル蓋を開けるとですね HDMI なんですよここやっぱりマイクロとかミニだとどうしてもへたってきちゃうんです<と>何回も抜き差しすると抜けちゃうんですよね<う>作業中になのでやっぱりフルの HDMI を積んでくれてるっていうのは非常にねありがたいですでちょうどね今 GH5 のね、うん、話になったんですが 実はですね6月8日にですね、えー、ルミックステザーの、ね、ソフトウェアがアップデートされましたでそれによってなんと今までキャプチャーボードを使ってライブ配信を僕ら、ねね、してたんですがこのペンゴっていうのを使ってやってましたこれ今すごい手に入りにくいんですねでキャプチャーボードがないからライブ配信できないっていう方に、うん、実は GH5S から GH5G9Pro までこちらのね今3機種ですかねマイクロフォーサーズだとこれでこのねカメラを使いであれば USB を使ってパソコンにね入力しますそうするとルミックステザーっていう本来はテザリングっていってですねパソコンにつないで撮影するっていう機能を使ってライブ配信ができるようになるんですねただこの直接ウェブカムとしては使えないので OBS っていう、まあ、ライブ配信用のストリーミングのソフトウェア無料ですからこちらをサードパーティーですけどダウンロードしていただいて画面を共有することによって、うんまあ、ライブ配信ができます音に関しては、えー、パソコンの音声でもいいですし外部の音声使ってももちろん構わないんですが映像はねクオリティ高く配信できるようになってるので、うん、その辺もね魅力じゃないかなと思います,すね。 ぜひ、ね、あのカメラをお持ちの方今から購入される方は、えー、ライブ配信するっていう方はですねその他に GH5 シリーズですねこの GH5SGH5 には、えー、スローモーション VFR っていう機能もね搭載してますこれね意外と VFR ってその他の機種にもあるんですが、うん、特にこの GH5S は、えーまあ、画面はクロップされるんですがフル HD であれば なんと 240fps まで行けます。240fps。そう。<laughs> な<で>かなりスローモーションですね。超スーパースローモーションがいけたり、GH5 であればまあ 180fps なんですが、うん、それでもね一般的なカメラに比べれば圧倒的なスローモーションっていうのを楽しめたりします。あとはまあこだわり派の方にねアナモフィックレンズっていうのを使って、うん、え収録ができたりもするんです。これはやっぱりマイクロフォーサーズの強みで4対3でセンサーを使って後で。 2.39対1とかっていう、うん、あの映画の写を表現できたりその場でプレビューできたりっていうすごくこだわりのある機能をたくさん積んでるのでぜひこだわり派は GH5S もしくは GH5 をね、うん 使っていいいたただきたいなと思いますあと私が好きなのがこの GF10 っていうカメラを、はい、これすごく愛用していて、まあ、静止画ももちろん撮影しやすいんですけれども動画も今回使ってみました。はい、でローマで撮影した動画があるのでこの後見ていただこうかなと思うんですけれどもまあ,あの上の機種に比べるとかなり動画の機能って少ないんですね。まあ、モードダイヤルのところもも動画ってて省かれてますし、うん、でも し,しっかりと 4K 動画撮影することができます今回は GF10 にジンバルをつけて撮影していますで、ジンバルって片手で持たないとダメなんですよね両手で持っちゃうとブレを逆に制御できなくなっちゃって<う>変なブレをしちゃうんですよカクカクっとしてしまいますなので片手で持っていただくっていうのは基本になるんですけどカメラとジンバルを 例えばね <laughs> GH5S にジンバルをつけて片手でずっと街並みを、はい、そう歩くって、うん、女性にはね結構きつくってなのでそういった時はこういった小型なカメラにジンバルをつけながら街並みを歩くっていうと、うん、持っていく機材も少なくなりますし結構軽いので一日中撮影しても疲れないんですよねそれはねやっぱりこの GF の魅力だと思いましたね。いこののぐらいのジンバル、うん これはフェイユーだったかなそうですねあれを使ってね撮ってましたけど、うん、見てて羨ましかったですね、うん、僕はその時ちょうど G99 に ジンバルつけてたの、だいぶ大きさが、ねうん、全然大きさが違うんですよね、うん。そこはね、やっぱり小さなカメラのね魅力なんじゃないかなと思いました。あとはルミックスの魅力はレンズ群がやっぱ小さいことだと思うんですよね。うん、あの動画を撮影するときに、例えば GH5s と GH5 とレンズ何本も持って撮影に行くことって結構多いんですけど、うん、いつもねこのシンクタンクに一つにスポットね。 入入っっててしままうんですすよ全部入ってますレンズボディ三3台、うん、あとジンバルとかあとはマイクだったりとか,とかそういったものも全部一つにまとめることができるので、うん、これはねマイクロホーサーズのかなりメリットだと思います,そうです、ね、特にねもう動画本気で撮るなら、うん、この 1025F1.7 って最強レンズだと思いますしやっぱり YouTube とか撮ろうと思うとある程度広いシーンが必要あったりするんですけど、うん、20mm 相当あれば相当なね広い画角で。 収録もできますし、うん、ちょっとコンパクトにいきたいなと思ったらこちらの818とかは本当におすすめです。まあボケ感って F4 なのでボケ感っていうのは少し減っちゃうんですが、うん、そういった面でもやっぱりピンと合わせたい方が多そうですねそうぼかしすぎると何紹介してるかわからなくなったりとかもあるのである程度パンフォーカス目になるものもいっぱい揃ってますからそういったねレンズ群っていうのもね是非楽しんでいただきたいなと思います。はい、といととうことで 動画を見ていただいて終わりにしたいと思います、はい、どうぞ GF で撮影したローマの動画を見ていただいたんですけど結構綺綺麗麗、ですよよ、ね、ねね、うん、びっくりだだ、ね、そうなんだよ、うん、こんなに小さなカメラなんですけど機動力を活かしながら高精細な動画を撮ることができました。 といったわけで、まルミックスを使えばですね、本当に動画今すごく流行ってますから、うん、日常のねルーティンだったり、旅先での出来事だったりっていうのをですね、ぜひ動画として臨場感を含めね記録していただきたいなと思います。はい、で動画ってやっぱり苦手意識がある方って多いと思うんですよね。うん、私も最初は苦手意識すごいあったんですよ。難しそうだなっていう。 イメージがあったんですけど、はい、でも設定さえ覚えてしまえば、意外と簡単ですし。で、ルミックス使っていただければ、設定の仕方とかもすごい簡単なので。ぜひ動画をチャレンジしてみたいという方に、おすすめの機種になります。はい。静止画も動画も撮れてしまう、うん、まあ、ルミックスを使ってですね。ぜひ、あの、写真撮影、動画撮影、楽しんでください。はい、ご視聴ありがとうございました。